ローベルト・ビッテクは、チェコスロバキア・ブラチスラバ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは FW。地元のクラブ、ケースロバン・ブラチスラバで1999年にデビューし、2003年にドイツにブンデスリーガの1、FC ・ニュルンベルクに移籍した。2003から04シーズンは2桁得点し、2部優勝と1部昇格に貢献した。 2004から05シーズンは初の一部挑戦で5得点を挙げた。2005から06シーズン前半は調子を落とし、ウィンターブレイクまでに1得点も決められなかったが、中断期間が明けてからは得点を量産し、16試合で16得点を決めた。24節と25節の2試合では、計6得点し、連続した2戦でのリーグ最多得点記録を作った。5試合で、 複数得点を記録し、得点ランキング5位に入った。彼の活躍でチームは毎シーズンの14位から8位に躍進した。一躍遺跡史上の人気名柄となり、UEFA チャンピオンズリーグに参加するハンブルガーエース VA の遺跡が噂された。2006年6月には FC ディナモキエフが1000万ユーロのオファーを出したが、クラブはそれを拒否した。 その他には FC ロコモティフモスクワもビッテクに関心を寄せていた。2008年遺跡金550万ユーロでフランスのラスック・リール・メトロポールに移籍した。2008から0球シーズンはチームのフォワードジンサ最多の先発出場回数を記録したが、交付調の波が激しくチーム3位の高得点に終わった。2009年3月には 当時首位に立っていたオリンピックリオンから先制点を挙げており、欧州カップ出場権がかかった最終節の南シー戦でも先制点を挙げ、7位から5位に浮上しての UEFA ヨーロッパリーグ出場権獲得に貢献した。2009から10シーズンは FW ピエール・アランフローなどにポジションを奪われ、半年間で12試合出場に得点にとどまった。2010年2月1日、 半年間の契約でトルコの円形イアンカラ牛中にレンタル移籍した。2010年6月1日、2010FIFA ワールドカップ本大会に出場するスロバキア代表メンバー23人に選ばれた。グループリーグ初戦のニュージーランド戦で先制点を挙げると、第3戦のイタリア戦でも2得点を挙げ、スロバキアの決勝トーナメント進出に貢献。イタリア戦では、 大会選定のマンオブザマッチに選出された。ありがとうございます。